クレードルプログラムを開始した。そしてパンヘオン支部を解散した。リビングストーンは彼らのやり方に懸念があった。その後私たちは訓練を思い出せ。クレードルプログラムについて妨害することはできない。パンテオンについてもだ。言うなよ。口にすれば予期せぬ結果を招く可能性がある。Thank you.
話してるぜ。気がついたようだ。もう大丈夫だ。どんな幻覚を見たか知りたくもないな。無理するなよ。よくここまで来たな。ケース、何かあった。見てくれ。誰かが大量に持ち去ってる。これが何かは知らないが、去年の夏に。パンテオンだ。クレードルに違いない。それは何だ、幻覚剤か。そのようだ。ケースは俺たちに襲いかかってきた。あんな目は見たことがない。二度とごめんだぞ。ここから出よう。おい、見せたいものがある。ポップコーンは？真面目に聞け。おい、どうしたんだ。解析したのか。いかにも。してくれ。ああ、それでいい。準備はいいか、ドクター・グセル。連れてこい。18号はクレードルに感染した。今は管理下にある被験体の近くにいる。おそらく伝染はあっという間だ。生物兵器だろ。もう分かってる。まあ見てろ。素早くなったのか。ああ、もちろん。さらに指示通り攻撃的だ。素晴らしい。お前の仲間のハローか。やり遂げたな。そのようだ。ケセ、まだ続きが。ケセと言ったろ。誰か反対側を持ってくれ。元気そうで何より。あの薬でまだダメージが残ってると思ってたけど。それにお前の仲間はあんなだったし。でも家が崩れるのを見なくて済んだな。昨日海に落ちたんだ。お前も考えとけよ。外で寝た方がまだマシかも。ここに降ろそう。マーシャルに迷惑をかけたくない。なんてひどい。どうした、またそれか。動画の最後の方だ。聞いてくれ。オッケー。聞いてくれ。グセフの音声を分離できた。背景音のここだ。ほら、B の24、フチーナからの送金。フチーナって誰だ。さあね。人じゃない。
場所だ。フチーナはカジノルタッツィだ。連中とそのビジネスパートナーだけが使う呼び名さ。アドラーはアバロンの派閥がパンテオンとつながっていると疑っていた。これで分かったな。なるほど。 B の24は実は金に目がくらんでルタッツィのために仕事をしたことがある。手がかりを教えてくれそうな知り合いがいるよ。ウッズ、フェリックスと一緒に調べてくれ。セブもだ。計画を立てよう。マーシャル、ちょっといいか。いつになく無口だな。手を貸してくれ。ハローがそんなに大事か。黙って仕事しろ。無理強いするつもりはないが、お前がショックを受けてるのは明らかだ。そうか。ああ、気持ちはわかる。私だって。やめろ。何を。分かったようなことを言うな。あんたの痛みまではわからないけど、裏切られた経験ならある。ああ、信じてきた人が悪の親玉だったことなんてあるのか。悲劇を比べようとするな。励ましてほしくなんてない。今のお前に必要なことだ。聞きたくなくても聞けよ。これが俺に必要なことか。私も同じ。言われたことに従い、出会った人々の言葉を信じた。それでどうなったと思う。何があった。失った。本当の私を見てくれた唯一の人をね、失ったのさ。それも永遠に。私が殺したんだ。セブ、ルールはもう変わったんだ。でもゲームは元のまま。敗北を受け入れるか、挑むしかない。ケース、お前は不死身なんじゃないのか。そのことは話せない。おい、聞いてんのか。あいつが嫌な野郎かと聞かれりゃ、もちろんそうだわな。だがハローは、あいつは危なっかしい。同じ穴のムジナとは思えんな。ハローの仕業かって。まあそうかもしれん。パンテオンには資金がある。ハローが俺とメイソンとハドソンを売ったのかもしれない。メネンデスにも麻薬の売り上げがあるし、別に驚きはしない。ああ、あったぜ。晩飯には帰れないって言ってた。まだイラクでグセフを探してる。行き詰まっているようだ。でもな、アドラーが諦めるわけがない。ま、待とうぜ。まさか。あいつはな、急成長してる。この裏切りはまあきついだろうが、でもな、すぐに立ち直るさ。タフな野郎だ。俺はあいつを信じてる。事態は深刻だ。
ケース、君が感染したとは思ってない。だがもう少し離れてくれ、頼むよ。壊れた壁泣きっ面に蜂だ。すごい一日だよな。信頼している人物だからこそ裏切られたショックは大きい。マーシャルには同情する。私はある人物と関係を持った。パスカルという名の男と、そいつもギルドのメンバーだった。あいつのような男には会ったことがなかった。私を見た目では判断しなかったんだ。私が根っからの殺し屋じゃないと言った。甘すぎるってさ。その言葉を信じた。私はギルドの幹部に足を洗いたいと言ったんだ。だけど奴らはパスカルが敵対するファミリーの工作員だと知っていた。ギルドに潜入して不和を煽り、秘密を探っていたそうだ。証拠も見せられたよ。そして私にパスカルを暗殺させたんだ。一番きつい仕事だった。あ、でもな、その後のことはまあお前ならわかるだろう。全ては嘘だった。パスカルは無実だった。だから私はギルドを潰すと心に誓ったんだ。パスカルは一つだけ正しかった。私は甘すぎる。だが間違いもあった。私は殺し屋だ。どうあがいても。聞いてくれてありがとう。私なら平気だ。少し一人になりたい。